はい、では続きやっていきます。よし、行ってみますか。光の守護者ということで、じゃあ竜騎士かな。音楽は FF10 の雷平原のアレンジですね。イタストでもおなじみだな。あ、そうか、マイクは危ね。装備の充実させたいな。これも遁足か。弱い。お、結構食らうな。いっか、とりあえず進もう。まあ水の守護者より当然長いので。ああ、通常で20ぐらい食らうのか。まあさすがに装備が鋼のままですからね。まあ、お、倒せなかった。こっちか。痛い。よし。ヒットポイント半減は結構痛いですね。倒せなかったか。じゃあ吸い取るか。あんまり効かないな。ちょっとあるかこれ。まあちょっと油断するとやられるかねないかな。なんかこの階段2のレベルアップの床みたいだな。おっと、種まきが強いんだよな。逃げたか。痛い、こんにゃろう。待ち伏せ。おー、あるな。うわ、とりあえずか、どこ。ふう、
ミスリーの杖、ミスリーのクラッカー。ま、行きますかね、とっとと。2マス以内に近づくとやってくるのかな。おっと、鉄巨人黒金、結構痛いな。幸せの爪。ガーネットのクラブ買って、トンビの包丁恐ろしいですね。痛い。イエロープイン。グア。イカズチの爪。起きたか。
ホーリーダンス。3方向にマス貫通。結構、すごい範囲ですね。ナイス。当たるか。あんまり意味がなかったやつ。ナイス。飲んどこ。倒せないか。まずかったな。おっとね。お、やった！エレメンタルキラーだ。これでめんどくさい敵に2ダメージ与えられます。めっちゃいるんですけど。ホギダンスはできないか。では強よ。ではここら辺で。ご視聴ありがとうございました。